僕はあの清原さんと番組一度一緒になった時はやっぱり異変は感じてました。やっぱりおかしかったですか。もう言動がおかしかったですから。よろしくお願いします。さあお久しぶりでございます。清原さんも高知さんも久しぶりです。いやお久しぶりでございますね。いやもう何年ぶりかですけどもね。そうですね、はい、ちょっと体も絞れたんじゃないですか一時期より。あ、一時よりはちょっと痩せました。そうですよね。まだ太ってますけど、いやまだまだ絞るでしょう。はい、頑張ります、ね、高知さんもいかがですか。はい、はい、いやでも本当に久しぶりですよね。お久しぶりですね。マジカルズのパワー。いやいやいや、そんなに前ですか。まあ、確かにマジカルのセットに似てますけどね、このパテーションが。ね、本当に嬉しいです、また。いやそうですね、はいはい、僕はあの清原さんと番組一度一緒になった時はやっぱり異変は感じてました。やっぱりおかしかったですか。もう言動がおかしかったですから。俺はもうめちゃくちゃベロベロで来はったんちゃうかなと思ったぐらい、はい、だから心配やなと思ったんですよ。あの行列ですね。いや、ね、行列より後の特番ですね。なんかスペシャルゲストに出られたんですよ。もうすごい滴るような汗をかきながら。そうですか。全然今と違いました、本当に。でもね、うん、今日こうしてね、元気な笑顔で。いや、本当です。再会できると本当に嬉しいですよね。今日は大丈夫ですか。じゃあ全然大丈夫です。はい。もうね、また仏のような顔になってますね、逆に。そうですか。ありがとうございます。いやさあ